ラーズ・ウルリッヒはデンマーク出身のドラマー。ヘビメタルバンド、メタリカのオリジナルメンバーであり、ドラムのみならず曲作りでも重要な役割を担うバンドの中心格である。ローリングストーン氏の選ぶ歴史上最も偉大な100人のドラマーにおいて62位。デンマークのコペンハーゲン県ゲントフテに生まれる。父のトルベン・ウルリッヒはプロのテニス選手で、 またジャズミュージシャンの一面も持ち、引退後はジャズクラブを経営していた。サックスプレイヤーのデクスター・ゴードンは、デンマークのゲントフテに滞在していた頃に、ウルリヒケと親しくなり、ラーズの大父となった。9歳の時にディープパープルのコペンハーゲン公演を見る。これをきっかけにロックにのめり込み、公演の翌日にはアルバム、ファイアボールを買いに行ったという。12歳の時に、 祖母からラディックのドラムセットをプレゼントされ、イアンペースの影響を受けながら、ドラムを叩くようになる。17歳の頃に、アメリカのカリフォルニア州に引っ越す。本来は、テニス選手になることを目的とした移住であったが、ジェームズ・ヘッドフィールドとの出会いにより、この目標は変わることになる。1981年10月、メタリカ結成。メンバーチェンジを経て、ラーズ、ジェームズ、 カーク・ハメット、クリフ・バートンというラインナップで1983年にキル・エム・オールでデビュー。2000年4月、メタリカはナップスターがファイル共有ソフトとそのサービスを提供したことにより著作権を侵害したとして訴えを提起した。ラーズはバンドの代弁者として法廷の内外でナップスターを怖高に批判したが、この行動は音楽ファンから 賛否両論を巻き起こした。イアンペースのほかブラックサバスのビルワードから影響を受けた。デビュー当初は、スラッシュメタルの先導に立つドラマーとして、ツーバスを用いた高速のドラムプレイが話題となったが、プログレッシブロック的な変拍子もこなす。メタリカの5作目、メタリカでは、速さよりも重さにシフトした新境地を見せている。近年では、 メタリカの音楽性の変化に合わせ、よりシンプルなドラミングを試行するようになった。テクニック的にも、現在は以前のようなプログレッシブな変拍子を交えた複雑なプレイに意義を見出せないようで、オリジナルでは手数足数の多い複雑なパートや、ツーバスのパートであっても、00年代以降のライブでは省略したり、シンプルにアレンジしていることが多い。ドラミングの最たる特徴として、 独特な跳ねたアクセントのあるリズムが挙げられる。その他、日々地道にランニングをして体力維持に努めているほと元々テニスプレイヤーだった影響か、他のメタルドラマーと比較すると体格は欧米人の平均から見ると小柄ではあるが、リストの強さが尋常ではなく、口述するアヘッド射製の重量のあるシグネチュアモデルの ドラムスティックを軽量な木製のドラムスティックと同じように軽々と扱い、その強靭なリストのスナップと相まって一つ一つの音が非常に大きく、アタック感が強い。また、メタル系ドラマーに使用者の多いドラムトリガーは使用せず、ライブでもレコーディングでもあくまでドラムの生音にこだわっている。ドラムトリガーなしで音圧のある大きい音を出し続けるには、 ドラムのヘッドに力強くスティックを叩き込むパワーと、正確性、そして強靭な体力、スタミナが求められる。すでに50代という年齢にもかかわらず、このドラミングをキープできていることからも、前述のリストの強さと体力面の強さが伺える。ありがとうございます。